はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはらです。はい、今日はこちらとこちらですね。うん、妖怪メダル U のステージ2銀幕デビュー5つの歌の物語だにゃんと、うん、妖怪ギャラポプラス歌の大辞典セカンドシングル冬なんピアノリサイタルです。長い。いつも妖怪うち長いから大変なんだよね。うん、はい、ステージ2を、ボックス購入してきましたね。こちら12パック入ってます。そして、歌の大辞典のセカンドシングルですね。これね、多分ね、レコードのジャケットを意識してるんだろうね。すごくね、大きくてね、多分これレコードサイズだと思うよ。まあ、レコードがね、今もう誰もわかんないと思うけどね。こちらの歌の大辞典には、冬にゃんの歌メダルがついてますね。はい、これも聴くの楽しみだね。うん、こちらのステージ2は、ホロメダル9種で、ノーマルメダルが11種入ってるみたいですね。はい、ホロメダル多めだね。うん、じゃあ早速こちら開けていきましょう。はい、はい、こんな感じで入っておりましたね。うん、はい、じゃあお店で売ってるような仕様にしてみようか。はい、はい、こんな感じですね。うん、あれ、こうするとなんか半分しか入ってないみたい。そうだね。本当にパッケージはこんな風になってますね。今回はケイタ君と稲穂両方写ってるね。うん、それとフーツーもありますね。うん、はい、はい、それでは12パック開けていきましょう。はい、記念すべき1パック目だね。はい、どう、はい、あ、ジェットメダル、巨大サンタ、巨大サンタ、うん、お、新しいやつだね。早速出た。うん、そしてコマさん、コマさん、なにこれ、これ何シークレット。今回のラインナップでね、出てないね、ハテナマークあったんだけど、これじゃないの。そうだね、ホロで、すごい。これコマさんだよね。うん、もうこいつドアップ、うん、コマしか見、コマ3までしか見えない。すごい、すごい。それでは行きますね。2パック目いきます。2パック目、ふう、次はジバニャン、うん、新しいジバニャンだね。違う、3パック目、お、ジバニャン、サルニャン、サルニャンかと、犬マロ、犬マロ、4パック目、お、ダメになる、ひきこもり、ひきこもり、よし、新しいの出た、と、と、キジニャン、うん、おし、これも出てない。5パック目、はい、デーモン遅れ、おおし、いいよ。そしてキジニャン、あ、キジニャンかぶったか。じゃあ6パック目いきますね。はい、6パック目、デーモン遅れ、またかと、今ちょっと見えたけど、歌メダル、ニャニャンオールスターズか。あー、これは持ってんね。はい、7パック目、はい、コマさん、コマさん、普通のコマさんだね。さっきのでかかと、と、ふう、ふう、8パック目、サルニャン、サルニャン、カブと、おー、ダメだろ、ヘアノスミス、うん、おーし、ということはあとは、水かき隊が出れば歌メダルはコンプだ。うん、おーし、いいね、いいね、いいね。10パック目、はい、犬マロ、犬マロと、とコマさん、コマさん、10パック目いきますね。10パック目、おー、歌メダル、水かき隊、おーし、シュータメダルコーン、コーン、やったね、と、調子いいね、と、巨大サンタ、巨大サンタか、11パック目、ジバニャン、ジバニャン、と、と、犬マロ、犬マロか。最後の12パック目だね。はい、これパパ開けていいのかな。えちゃん開ける、開けて、うん、じゃあ普通お願いしますね。お願いします、普通お願いします。お、め、ホロだ、ダークニャン、ダークニャン、と、と、コマジロー、コマジロー、コマジローは出てなかったんじゃないの。うん、よしよし、よし、こんなところですね。はい、それでは今回出たメダルを紹介していきましょう。はい、まずはこちらのコマさんとコマジローだね。うん、次にサルニャンとキジニャン、うん、それとジバニャンと巨大サンタ、うん、次にフーとデーモンオクレ、うん、ノーマル、最後がイヌマロですね。はい、そしてここからがホロでダークニャンと、これコマさんね、すごい超巨大だね。うん、コマっていう文字もね、ちょっと見えなくなっちゃってんだよね。うん、隠れちゃってね。うん、これ巨大サンタよりも巨大。ね、ここからが歌メダルで、こちらがヘアノスミス、そしてこちらが引きこもりだね。はい、相変わらず歌メダルはものすごいキラキラですね。うん、歌メダル最後が水勝ち隊です。そうだね、うん、カッパとかノガッパとかいますね。うんうん、そして忘れてはいけませんね。はい、このゲラポのザ・歌の大事典セカンドシングル、こちらも開けましょう。はい、これ冬には歌メダル入ってるからね。うん、マーウォッチとか違う、なんもないんだ、これダンボールだった。うんうん、そしてこれどうなってんだ、
これでしょ。あ、ここについてるのね、うん、はい、こちらが歌メダルの冬のやつですね、はい、これもちょっと楽しみだね、うん、はい。そしてギャラポは歌の大事典の1と同じような感じで見開き、こう開くようになってます、うん、はい、まずは音声確認からしていきましょう。はい、はい、では音声確認していきましょう、はい、お願いします。コマジロー、はい、おお、ビーチは最高面って言った、うん、やっぱり海仕様なんだ、うんうん、コマさん、はい、そりゃそうだよ、うん、キージニャン、はい、プリチー、またポカポカ、あ、ポカポカか、ポカ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 、サルニャン、はい、これプリチー、はい、巨大サンタ、巨大サンタ、おお、どんな音声か楽しみ、ブチブリです。ブチブリ、ブチブリ、巨大サンタ、あら、ジバニャプリティ、ワイハーリゾートは最高だにゃんって言った、うん、やっぱりハワイ行ってたんだ、うん、デモ遅れ、デモ遅れ、映画を買い、はい、これはウルフ影族、ウルフ影、ウルフ影、デモ遅れ、デモ遅れ、フ、はい、富士地族、はい、フーにとっても不思議だ、不思議だ、なんだ今の音声、犬丸、映画館でも僕と同じ子、映画館勇ましなんだ、勇ましい、勇ましい、勇ましい族、犬丸、お、意外とかっこいい声だったね、うん、次はダークニャン、久々、おそして次は謎のコマさん、はい、デカコマさん、うん、面白いこれ、コマさん、モンゲー大きすぎてはみ出てるずら正解、正解だ、やっぱコマさんだったんだね、はみ出ちゃったんだ、歌メダル、うん、まずは七コウモリ、はい、
意外とド派手な歌だったね。うん、部屋のスミス。はい、部屋のスミス。長い。長い。次は水かきたい。水かきたい。どんな音が流れるのかな。面白い歌だった。歌目だろ、面白いね、相変わらず。冬にゃん。最後冬なんだね。はい。はい。忙しい。え、短ガッツ。はい、ということでギャラポスティーニのステージ2これに入れてみました。はい、はい、これで入れるとどんだけメダルが足りないか一目瞭然ですね。うん、今残りのメダルはあと4枚。4枚だね。はい、足りないのは、猫キヨと犬ニャンとフーツーと冬ニャンだけですね。うん、あとはねゲームについてるとか入場者特典とか、うん、映画のね、うん、そういうものですね。うん、進化チート E とか。はい、ということで今回は妖怪メダル U ステージ2の、銀幕デビュー5つの歌の物語だにゃんと妖怪ギャラポプラスザ・歌の大辞典セカンドシングル冬にゃんピアノリサイタルでした。はい、ということで今日の動画はですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。そしてチャンネル登録していただくと YouTube のチャンネル登録で1000人前チャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。あー、かわいいとこ、かわいい。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。